乃木坂46の神奈川さやが、TBS で毎週月曜から、金曜朝8時から放送中の番組、ラビット。10から12月の、ラビット。ファミリー月曜担当に決定した。お笑いコンビ、麒麟の川島明と、田村雅子 TBS アナウンサーが MC を務める。この番組は、一流のプロたちの本当は教えたくない、お気に入りイコールラブイット、ラビットを通じて、すぐに手が届く、楽しい。をお届けしているバラエティ番組。今回、10から12月のラビット。ファミリー月曜担当に、乃木坂46の神奈川さやが決定。神奈川は、乃木坂46のメンバーとしての活動のほか、2020年4月から、ファッション誌、レイ、主婦の友社の専属モデルを務めており、東京ガールズコレクションにも出演している。今年8月には、北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークスで始球式を務めたほか、今話題のキツネダンスを披露し多くの反響を呼んだ。同じく8月に発売された乃木坂46のサーティースシングル、好きというのはロックだぜ。では、初の選抜入りを果たしている未だ注目の女性アイドルである。そんな神奈川は10月3日月曜日が、ラビット。初登場となる。月曜レギュラーの馬場博之、ロバート、ぼる塾、桐谷遥香、アンリ、田辺智香、本並健二&丸山桂里奈夫妻と、新たにどのような掛け合いを見せるのか。豪華メンバーでお届けしている、日本で一番明るい朝番組、ラビット。は毎週月曜から、金曜朝8時から放送中だ。